速報、模型の街静岡クリスマスフェスタ2021。会場では人気模型メーカーが一堂に会し、今年の12月から来年にかけて発売される注目の新製品がいち早く発表されました。そこで今回は模型マニアのために新製品情報を一挙大公開。まずはこのメーカーから。タミヤの注目の新製品はフェアレディ240ZG。こちらの商品ベースはですね、1970年代の昔のキットになるんですけれども、それを大幅にリニューアルしておりまして、まあ、当時流行だった、渡辺さんのフィールだったりとか、ミアウィング、まあ、そういったもののあと、エッチングパーツ、金属パーツも豊富に取り揃えて、まあ、追加したキットになります。で、2018年に一度再販してるんですけれども、まあ、好評いただきまして、また、今回今年この24分の1の同じ 240ZG発売したこともありまして、このタイミングにこちらも再販させていただきました。タミヤのブースではフェアレディ 240ZG の再販に合わせてこんなイベントも開かれていました。今年に一番最初の Z が出た時点、出たところで歴代の Z が全部タミヤでありまして、新型の Z が発表になりまして、日産で、あれがひょっとしたら出てくるんじゃないかなと思って、それでその時に新製品と全部並べたら面白いという目論みで作ったんですけど、まあ、まだ出てきてないですね。本当は出るかどうか分かんないんですけど、まあ、そんなつもりで作りまして、でこれは実はタミヤさんが今ローガンズで24位やってるんだよって言ったら、これを一つ送ってくれたんですよ。でこれをですね、みんなで振り分けしまして、エンジンはエンジンの人、メーターパネルはメーターパネルの人って振り分けして作って、この間の日曜日に部室に集まって最終的に組み上げたのがこの形ですね。これは皆さんで組んだと。はい、みんなでバラでそれぞれ。そういうことなんですね。共同制作ですね。さらにカーモデラーに注目の新製品がこちら。続いてバイクモデラーが待ちに待ったのがこの製品。スズキの GSX-RR、今年の MotoGP バイクのレースのですね、はいはい、一番トップグレード、トップグレード、はいはい、レースで、ね、今年優勝したスズキのバイクになります。スズキさんが、創立100周年かつレース参戦60周年という、記念のメモリアルイヤーで、優勝したということで、鈴木さんにとってもとても記念になる一台ということで、弊社としても今回アーティストさせていただきました。SD ガンダムワールドヒーローズに登場したキャラクターの新商品という形になります。